チャイティーヨーパゴダチャイティーヨーパゴダまたはチャイティーヨーパやあるいはゴールデンロックはミャンマーの門州にある仏塔である仏教徒の巡礼地としてよく知られている巡礼者の寄付によって貼り付けられた金箔に覆われた花崗岩の巨力の頂上に高さ7.3メートルの小さなパゴダが乗っている伝説によると不確かではあるがゴールデンロックは 仏陀の威発の上に乗せられたらしい。岩は、高級的に、今まさに丘を転がり落ちそうな状態に見え、あたかも重力を否定しているかのようである。チャイティーヨーサの頂上に、この岩とパゴダはある。ミャンマーでは、ヤンゴンのシュエダゴンパゴダ、マンダレーのマハムニダパゴダに次ぎ、3番目に、重要な巡礼地である。この重力の否定を一目見ることで、ゴールデンロックは、 多くの人々に仏教へ帰還するためのインスピレーションを与えている。信仰上の理由から女性はゴールデンロックに触れることは許されず男性のみが触れられる。岩の表面に貼られている金箔は信者から寄進されたものであり条件が許せば信者自ら直接貼ることもできる。直接金箔を貼ることが難しい岩の裏側などは 数年に一度、竹の足場を組んで貼り直しが行われる。ありがとうございます。